2003年にフィンランドのコルボーで開催されたイベントに展示中の過半式蒸気機関ライブスチームとは胴体保存の蒸気機関車や蒸気機関模型等、実際に稼働する蒸気機関の総称である。加映6年に田中九十らが制作した蒸気機関車の雛形。型加6年に田中久しが制作した 蒸気機関車のひな型の復元模型1909年製造のメルクリン製の模型蒸気機関日本国内では一般的に実物同様の機構を備えて蒸気を発生させて動く模型の蒸気機関車をライブスチームと呼ぶ傾向があるが講義には模型だけではなく動体保存されている実物の蒸気機関車蒸気船トラクションエンジン蒸気自動車蒸気ポンプ蒸気クレーン 低知識蒸気機関、蒸気ハンマなどを総称する言葉である。古くから熱機関の教材としても使用され、技術家庭科の授業で教材として作られる事例もある。メーカーのキット製品の価格を見ると高額であるような印象を受けるが、工業高校や工業大学の学生が実習やクラブ活動の一環として制作する事例も多々あり、自分で根気よく作れば一番ゲージであれば、 材料費で数千円からコインチゲージでは加工費用も含めて数十万円程度に抑えられるほどで工作機械の購入費や機械加工を請け負う中小零細企業への外注を含む場合には自作よりもメーカーの製品を購入する方が安価に収まるが製作にかかる時間は長期にわたるために根気が必要となる。他の鉄道関係の趣味と比較して愛好家が少ない。 ため、海外に比べて、相場が比較的安くなり、格安の中古品が出回ることもある。実物の蒸気機関と原理的には同じ構造である。ボイラーは単純な構造の炙り釜やボイラーの中央に、キセルのあるセンターフリュー式ボイラーや蒸気機関車に使用されるボイラーを小型化した、ロコボイラーや瞬間、湯沸かし器と同様のフラッシュボイラー等がある。機関は、 実物では、廃れてしまった首振りエンジンが構造が単純なため、マモット等の製品や自作の愛好家を中心に今、なお、多く使用され、他に、小型の蒸気機関では、吸気口と排気口の距離を離すことが困難なため、ピストンバルブ式よりも、スライドバルブ式の方が使用される。しかし、ピストンバルブを備えた蒸気機関車を、スライドバルブで再現しようとすると、 リターンクランクの位置が実物とは異なる位置になる。そのため、前後の吸気口を逆になるように、クロスポートが採用される。給水用に、軸道ポンプやインジェクターが使用される。燃料は、人が乗るような比較的大型の機種では、石炭や LPG が使用され、小型の機種では、メタノールや固形アルコール燃料が使用される。縮尺模型であっても、 実物同様の安全管理が求められ、水面系、圧力系、安全弁が備えられるが、水面系と圧力系は、小型の場合には省略される場合がある。海影年間に、黒船と共に伝来した蒸気車走行中の機関車、加減弁、水面系が見える。実物の蒸気機関車を小型化したもので、実際に、石炭、石油、アルコールなどの燃料と水を使用した。 蒸気機関で稼働する。庭園鉄道で使用されることが多い。その仕掛け上、車両は模型としては大型化せざるを得ず、一般的に機関は 32mm、45mm、89mm、127mm などが使用されるが、小型のものでは機関 9mm や 16.5mm を使用する製品も存在する。 また1973年には1、240、スケールの蒸気機関車が、オーストラリアのシドニー在住の愛好家の手によって、制作された記録がある。制作には高度の技術力、工作設備を要し、運転する際は屋外に線路を付設する必要がある、場合が多い。しかし、言動に比べ番人向けには、高いハードルもライブスチームクラブのメンバーになれば、 個人所有の線路を拝借できるし、公共の土地にも線路を確保できる。日本では実物の蒸気機関車よりも早く模型の蒸気機関車が登場した。江戸時代末期の1853年、ロシアのエフィムプチャーチンや1854年、アメリカのマシューペリーが江戸幕府の役人の前で模型蒸気機関車の走行を実演したのが始まりと言われている。その後、 カ英八8年、佐賀藩で、田中久しへ、中村紀、タスク、石黒漢字らによって、外国の文献を頼りに、機関 130mm の蒸気機関車や蒸気船のひな型が製作された。また、同時代に、長州藩の中島治兵が長崎で購入したか、木戸孝義がパリで購入したと伝えられる、ナポレオン号が、山口県立山口博物館に保存されている。 加賀の王の弁吉が制作した記録もある。これらの機関車は2003年に国立科学博物館で開催された江戸大博覧会で展示された。蒸気船に関しては佐賀藩以外にも宇和島藩で伊達宗成が軍学者である大村増次郎と長鎮屋の吉蔵に作らせた記録がある。第二次世界大戦前には子供の科学や科学と模型などの工作雑誌に 田口武次郎、松本昭治たちによって制作記事が連載され、旭日屋などから部品が販売されていたが、電気式のように手軽ではないライブスチーム特有の扱いにくさから電動式の普及に伴い、一時期捨れた。1960年代以降、渡辺聖一、井上明夫らが模型とラジオに制作記事を執筆し、末、金模型制作所、 科学教材者などがキットを販売していたが、本格的な愛好者の拡大にはなかなか結びつかなかった。1970年代初頭に模型とラジオのスクールズ級の制作記事を読んだアスター世紀の社員たちが一番ゲージのライブスチーム製品への進出を検討していたフルグレックス社の要請に応じて、当時主力商品だった機械式レジスタの電子化によって、 雇用の危機に陥っていた同社の精密機械部門の機種改正の一環として取り組んだ。その結果、誰でも組み立てができる一番ゲージの100%機械加工済みのキットを1975年に販売した。このキットの登場で、これまで機械設備を持たず、欲しくても手に入れることのできなかった愛好者の拡大につながった。これ以降は、ライブスチームルネッサンスとも呼ばれ、その後、 新規参入、再参入によりメーカーは徐々に増えた。アメリカのラウンドハウス、チェガー、アキュクラフト、イギリスのマモ,モット、ホーンビー、バセットローク、ドイツのメルクリン、レガナーからもライブスチーム製品が発売されている。生産に工数がかかり、構造が複雑なため、電気で蒸気を発生させる方式を採用している一部、欧州メーカーの製品を除き、市販品では、 他の模型よりも高価で、日本円にして100万円台の製品もあるが、自分で組み立てる場合には、工業科の学生の実習の一環として製造される事例もありそれほど高価ではない。大型のものについては、後部に客車を連結し人間を乗せての走行も可能なことから、理系大学や工業高校における、学校祭、鉄道会社や、 保存施設などのイベントで走る姿を見かけることもある。これらは近年新聞などでミニ SL という通称で紹介されている。この分野では購入後に機械加工などがいらない製品では斎藤製作所の製品が代表的で世界中のユーザーに広く用いられている。船舶模型の場合無線操縦が必須となるためエンジンはサーボモーターで操作しやすい構造に そして走行中にボイラーの水位を確認することが不可能なため、ボイラーは燃料が尽きるまで燃やしても体気にならない構造と容量が求められる。エンジン模型では本体の造形美や駆動の面白さを追求したり、熱機関に関する理解を深めるための教材としての側面があり、必ずしも動力を何かに利用するわけではない。完成品では、ウィレスコ、 ストルトマダルズ等が有名であるが、芋の素材から機械加工したり、図面から完全自作するユーザーも多い分野である。ありがとうございます。